7月頃までに処分を完了するという予定になっております。流入がですね、99世帯で人数にすると207人、それから転出が24世帯で45人という今現在の状況でございますね。借り上げの住宅だとか、あるいは町の公営住宅に入ってもらってますけれど、沿岸部の浜田塚地区の、復興事業を進めております、浜田地区においては、地盤沈下が、大変ひどい状況ですので、その地盤沈下のかさ上げとか下水道の整備、それから塚についてもですね、同じように、地盤沈下がひどいということで、そういう排水対策とかですね、考えてます。その復興の中で一番いいのは、言ったように、はい、全部地盤ドーンと上げれば、下がった分上げればいいんですが、校長さんの考えでいくと、個人の資産形成につくものについてはダメだよ。それするとやっぱり700、800万というお金かかるわけですよね。そのうちの例えば補助が半分ででも、その人は400、500万の負担しなきゃいけない。全員がもろ手を挙げて、はいやりますっていう話にはならないと。そうなってくると、あれって全体的にやって初めて効果あるんですよね。私はやります、私しませんっていうことでデコボコやってきたら、毎回そこのとこ水たまり。一番いいのはそれなんですが、じゃあそれができない状況であれば、例えば今言ってる水をある程度抑制させるなり、強制排水する、ポンプ排水なり。だから災害起きた時は宮城県の拠点かなと思ってるんです。リフからどこさでも行けると。地理的なあれから考えても、だから防災の拠点の町かなという形がして、できれば復興の中ではその今度は逆にそれがそこを中心に復興できればなと。それこそですね、全国あるいは世界の方々からですね、さまざまなご支援をいただいて、なんとかですね、復興の序についたばっかしなのかなというふうに思います。これからですね、さらに復興に弾みをつけてですね、一日も早い、安心できる街づくりを進めていきたいなというふうに思っておりますので、これからも引き続きですね、ご支援いただければなというふうに思っております。